皆さんこんにちは、マイスターです。こんにちは、アシスタントのコウメです。今回から神ゲーシリーズの2作目、ガンダムブレイカーにをやっていくよ。確かに神ゲーシリーズですけど、なんで今なんですか ?8 月にシリーズ最新作のガンダムブレイカー4が発売されるから、その前に復習をしようかなと。事前情報を見るとガンダムブレイカー4も世界観は今までのガンダムブレイカーと繋がってるみたいだからね。ということはニューガンダムブレイカーとも繋がってるんですか？ニューガンダムブレイカーだけは別の作品だから多分繋がってないんじゃないかな。マジでなかったことにされたんですね。世の中にはなかったことにした方がいいこともある。さてと、それじゃやっていこう。この世界には戦いが満ちている。積み上がる瓦礫の山、繰り返す争いの歴史。すぐ戦闘団も了解です。チージ、変革する。いきなり始まるのか。最初だしチュートリアル的な感じなのかな。まあ久々のガンダムブレイカーだし、ここでのチュートリアルは正直ありがたい。と言っても操作方法は他のゲームと変わらないんだけど。誰だ？まだ機体が残ってるのか。あなた逃げ遅れ？敵ではないわよね。戦力になるなら助かる。いつまでもこんなところにいられないからな。脱出するぞ。なんか早速謎の人物と合流しましたね。一体どんな世界観なんだ。というかガンダムブレイカーにも世界観繋がってるはずなんだけど、全然そんな感じしなかったな。確かガンダムブレイカーの時はガンプラを使って戦えるシミュレーターが開発されたみたいな話でしたよね。1作目はプレイヤーが体験会みたいなのに参加したって話だったよね。てっきりあの後正式リリースをされて全国で遊べるようになったと思ったけど違うんだろうか。まあとりあえずチュートリアルを進めていけばわかるか。一旦箱を開けるを、すごい勢いでロックオンしたな。このゲームロックオンの性能高いんだね。最近やってたゲームはここまでキビキビロックオンしてくれませんから驚きましたね。一瞬画面がおかしくなったかと思ったよ。でもこのロックオン精度なら射撃でも戦えそうだな。ふふ、その HP で突っ込んでって生き残れるかな。さすがにチャージなしの射撃は弱いか。まあまだ初期装備ですし、そこまでの威力はないですよ。射撃をするならしっかりチャージをしてからじゃないとってことね。それならあの敵にはしっかりチャージしてから撃とう。何倒しきれないだと？ふ、チュートリアルの敵だから一撃じゃないのかよ。これはさすがに格闘でゴリ押しした方が楽かもですね。結局そうなるのか。なんだこいついつの間に後ろに。でもなんか完璧に格闘入ってるぞ。危ないところでしたね。危うく背後から攻撃を受けるところだったね。僕の機体はまだ HP がそこまで高いわけじゃないから、下手に囲まれたりすると一瞬で落ちそうだから気をつけないと。おっとパーツが外れたみたいだし、このまま一気に畳みかけろ。よし、広場の敵は殲滅完了。あとはビルの隙間にいる奴らだけだね。君たちはこんなところで何をしてるのかな。うまく産地持ち上げましたね。いい感じに固まってくれてたね。まったく戦場で固まって棒立ちとか舐めてるのかよ。よし、これで残る敵は1機だけだ。お、残ってた敵は仲間が処理してくれたか。それじゃここにいる敵は全滅させたし、先に進みますか。で、この先すごい数の敵が待ってるな。チュートリアルといってもさすがに普通に戦わせてくるんですね。もうこれ普通のステージと変わらないね。いててて、高台からのマシンガン照射は今の僕には効くって。そう、バックパックが外されるとこの高さのビルは登れないか。さすがにパーツ回収しないとだな。止まってないと回収のビームでないんですね。回収中は結構な隙を晒すことになるし、飛ばされた場所によっては結構やばいかもね。
あっそういえばこのゲームスキルとかあったな。何が設定されてるかわからないけどとりあえず使ってみよう。どうやら照射系の射撃スキルみたいですね。威力もそこそこあるし結構強いかもな。さてと、そろそろ高台にいる奴らを倒しますか。味方が左に集まってるし僕は右側から登れば撃ち落とされないだろ。さっきから一方的に撃ち下ろしてきやがって絶対に許さん。それならもっと早く高台の奴らを倒すべきだったのでは。登れなかったから。で次のエリアか。そういえばエリア移動とかもあったな。さてと次のエリアはどんな感じかな。随分開けてますね。遮蔽物もないしこれ手早く敵を倒していかないと囲まれそうだね。とりあえず右側の2機撃破。まだ残ってるけど仲間に任せて僕は左側に攻撃だ。一番奥のザクにロックオンが向いてたけどなんだかんだ囲まれる心配はなくなったね。何なら僕たちが挟んでる形だ。ってちょっと待て、何孤立してる。敵を無視してこっち来てるんだよ。というか僕の方に寄ってきたんだったらもっとしっかり戦ってくれないかな。この味方以外と動きが悪いですね。ガイダムブレイカーの味方ってもう少し戦ってくれるイメージだったから結構驚きだよね。さすがにチュートリアルだからって思いたいけどどうなんだろう。あっそうだ、一応オプションも使ってみよう。おっ結構オプションのビームサーベルいい感じじゃん。二刀流ってこともあって攻撃速度が速いしこれなら結構サクサク敵を倒していけそうだぞ。まあさすがに通常格闘もあるから基本的にはリペアキットにしておくんだけど。次は乗り物か。これは四角ボタン長押しで乗れるのかな。おっ乗れましたね。それじゃ乗り物にも乗ったし強気に当たっていこうか。オラオラ僕の前に立つんじゃねえ。強気に当たるってどういう当たり方？ははは、思った通りだ。このゲームの乗り物はやっぱり体当たりができるぞ。しかも体当たりで確定でダウンまで持っていけるし最強だ。もう引いてればこの敵は壊滅まで持っていけるんじゃないか。これがガンダムブレイカーなんですね。ガンダムは確かにブレイクしてるから。で乗り物の体当たり味方にも当たるんですね。ダメージは入ってないと思うけど吹っ飛んだりパーツが飛んだりするみたいだね。まああんまりデメリットもないし仲間ごと引くのでいいと思うんだよね。人の心とかないんですか。こいつらはたまたま会った人だしおとり以外の何者でもないよ。さてと次はあの高台のやつか。これは左から登れるのかな。おっこれなら降りずに倒せそうだね。射撃からの体当たりでおしまいと。よし殲滅。それじゃ次の場所に行こうか。でやばい、次の場所に待機してる敵も乗り物に乗ってるんだけど、これは相手が本格的に体当たり戦法をしてくる前に僕が破壊するしかないみたいだな。避けても無駄だ。マジかよ、全然ダメージ入ってないんだけど、もしかして乗り物同士でもタックル仕掛けた方がいいのか。まさかの乗り物同士の相撲が始まる？なんか違うゲームが始まったんだけど。いや、でもこの敵はまだ乗り物の使い方が甘いみたいだな。お前は体当たりだけでダメージを稼いでるみたいだが僕は射撃も使ってる。この差がそのうち HP に現れてくるはずだ。そして暇な時に敵も引くよう。いや、なんでもありですね。最強の武装は実はメガライダーだったのかもしれないね。さて残るは敵の乗り物だけだけど本当に硬いな。味方がそんなに攻撃してくれるわけじゃないし僕が削るしかないんだけどこれ削り切れるかな。メガライダーのメイン射撃がマジで全然ダメージが入ってないのが普通ですね。モビルスーツ相手には普通にダメージが入ったんだけど乗り物って射撃ダメージカットする能力とかあるのかな。まあここは我慢して少しずつ削っていくしかない。頼むから早く壊れてくれ。でもなんだかんだあと少しのところまで削れてますよ。あ、なんか勝手に降りてくれた。ふふ、やばいと思って降りたのかもしれないがその判断はミスだったな。乗り物に乗ってなければ敵モビルスーツなんて余裕よ。さてとだいぶ奥まで来たね。あれ？メガライダー降りたんですね。さすがにずっと乗ってるのも絵的にやばいと思ってね。でも安心してくれ。代わりに味方が乗ってくれてるよ。その味方に今疲れませんでした？まあ接触事故はあり得るからね。てめえふざけんな、確実に狙ってるだろうが。この野郎さっき引きまくったからって今度は僕を引きに来やがって。これが憎しみの連鎖ですか。こんな個人間での憎しみの連鎖はさっさと断ち切ってくれよ。よしこれで全部倒せたかな。であれ、何にも起きないけどまだいるのか。さっきの高台に残ってるみたいですよ。そんなところに隠れてたのか。それじゃさっさと倒しちゃおう。よしこれで本当にこのエリアの敵は全滅と。さてさて次のエリアはどんな感じかな。今度は橋みたいですね。ここは一直線のステージみたいだから射撃が刺さりそうだね。そういえばすっかり忘れてたけど僕たちどこに向かってるんだ。港に向かってるって言ってますね。ここはコロニーですし宇宙港を目指してるんじゃないですかね。最初の会話からしてコロニーからの脱出を目指してるのかな。ちょっと思ってた脱出方法と違ったわ。マジかよ、敵が制圧してる宇宙港に行ってアークエンジェルを奪って脱出って普通無理だろ。というか敵が制圧してるなら最悪破壊されてるのでは。さすがにアークエンジェルみたいな高性能で落ちるってことを知らない戦艦を早々破壊するとは思えませんし多分残ってますよ。アークエンジェル不審伝説はガンダムブレイカーでもあったのか。というか僕たちだけかと思ったけど避難民とかもいるんだね。それじゃ避難民のためにも早くアークエンジェルを確保しないとな。
箱を開けて回復もしたし先に進みますか。こういうちょっとした段差、やべ。よかった、このゲーム落ちても即ゲームオーバーとかじゃないのか。しっかり足元を確認してくださいよ。まさかこんなところに落ちる場所があるなんて予想してなかったんだよ。でも一回見てしまえば余裕だ。それじゃサクサク進んでいこう。そんなわけで宇宙港の近くまで到着。さすがにあの後ボスが出てきたりとかはなかったですね。今のパーツでボスとかが出てきても困るって。どうやらこの奥にアークエンジェルがあるみたいだし手早くこいつらを倒して早く向かおう。オラオラやられるついでにパーツも落としていけ。要求が多すぎる。やはりガンダムブレイカーはパーツを手に入れないことには始まらないからね。さてとこれで先に進めるようになったし早速行ってみよう。なんだその荷物は。修理用の予備パーツって聞いてます。基地に戻ればいくらでもあるんだぞ。捨てていけ。もっと急げないのか。避難民の収容作業を中断されては。ダメだ、捕虜と民間人は最優先だ。ですがこの人数では収容スペースも。機密が保てばいい。戦闘区画も使え。備品を捨てても構わん。勝意は甘いか。いえ、作業を急ぎます。頼む。定時方向は少し外す。隊長機が消えたな。今、え、この人たち襲うの？避難誘導してる人襲うって僕ら本当に正義の味方なのか？これチーム戦みたいな感じで民間人を救った方にスコアが入るみたいな感じなんですかね。確かにそれはありえるね。このアークエンジェルも手に入れた陣営のものになるからどうしても欲しいって展開もあるかも。そういうことなら少し心苦しいが倒させていただく。さすがにここまで来ると普通の格闘コンボだけじゃ削りきれないか。精鋭部隊みたいですし油断はできませんね。いくら精鋭と言っても空中に浮かせれば何もできないだろ。なんだかんだこのビームサーベル空中に浮かせる攻撃あるの便利だな。一回浮かせたら早々抜け出してこないし、早くも見つけてしまったな。そんなわけで一撃撃破。というか味方もさすがに頑張ってくれてるのか他の敵もいい感じに削れてるね。これなら結構余裕で倒しきれるかも。よし残りは一撃だけだ。このビームライフルに狂えな。格闘よりチャージしたビームライフルの方が火力出ますね。そこまでだ。来やがった。一度ならず二度まで我が軍の船を。このヌスットが。お前らが間抜けなんだよ。その声まさかカルビーか。誰だお前。貴様、この私を忘れたとは言わさん。相変わらず暑苦しいな、エイナル。援護する。バカ、手出すな。目障りだな。早い。なんかすごい置いてけぼりなんだけど。このカルビさんって人と相手には因縁があるみたいですね。僕の知らない因縁出してこないでくれよ。ってこれ覚醒してない？さっきなんで急に赤くなったのかと思ったけど覚醒したってことだったのか。覚醒するとビームサーベルの闘神が伸びてより広く攻撃できたりするみたいだね。まあダメージは増えないのか。マジで全然削れてないんだけど。これ倒しきれるのか。あ、イベントね。限界か。カレビ、勝負は預ける。勝負とか言ってんなよ、恥ずかしい。ああ、聞こえますか？こちらアークエンジェルブリッジ、ルル・ルティエンス中佐です。現時刻よりアークエンジェル艦長代行に着任しました。そういや、地球に降ろすために人を送るって聞いてたな。ずいぶん早い到着だが、今までどちらに？それは捕虜になってたと。副長代行のマドック少佐だ。すまんが発進のため宇宙港を開けてもらいたい。了解だ。
艦長代行、ずいぶん若く見えたけど。お偉いさんのご息女らしくてな、安全な移送任務を与えられたんだろうが。愛されてるってことでしょ。接近警報。コロニーか、なんてこった。ネズミが逃げられると思うな。このガンダムと私が来たのだからな。ルスラン司令官来るぞ。で、デンドロビウムだと。ちょ、僕まだチュートリアルやってるんだよね。なんでチュートリアルからこんなヤバそうな機体と戦わされてんの。さすがはシリーズ2作目、前作より早く大型機体との勝負が来ましたか。早すぎるにも程があるって。とりあえず戦っていくしかないみたいだね。見た感じ最初はあのアイフィールドジェネレーターを破壊しないとダメそうだな。射撃で攻撃するみたいだけど、僕たちの武装はビーム系の武装だし破壊できるんだろうか。8個の引き揺れに乗って攻撃しろってことか。しかもタイミングよく目の前で止まってるし今がチャンス。ここでアイフィールドジェネレーターを破壊する。あーちょっと待ってください、行かないでー。絶好のチャンスだったのに。そこまでの時間があって逃がしちゃった。というかこの視点結構見づらいな。さっきのメガライダーみたいにもう少し引いた位置にカメラを置いてほしいんだけど。あっても最高の位置で止まってくれた。オラオラ撃ちまくるぜ。なぜ今のでアイフィールドジェネレーターを破壊しないのか。で、テンションが上がっちゃって。でも大丈夫、リロードが終われば撃つから。来た来た、ウォー壊れろー。え、嘘、射撃じゃ壊せないのかよ。いやでもこの引き揺れはおそらく実弾兵器だし、このまま撃ち続ければ破壊できるはずだ。お前の HP と僕の火力どっちが高いかの勝負だ。普通に近づきましょうよ。いや絶対いけるから見てなって。なんでそんなに自信満々なんだろうか。ま、マジでいけた。なんでマイスターさんが驚いてるんですか。でもアイフィールドは破壊できましたけど、デンドロビウムはまだまだ余裕そうですね。な、何が起こったんだ。足場を破壊したのか。これうまく着地しないと落ちそうだな。しかし足場を破壊してくるとはな。僕が入れる場所が小さくなったし、攻撃を避けるのが大変そうだぞ。うまく立ち回らないとですね。次はコンテナ部分と本体を狙うのか。ってやばい、あいつなんか飛ばしやがった。じゃあ攻撃と逆方向に行くことで攻撃を僕の視界から消す技ずるすぎるって。あっこで負けたかも。なんかベースジャンパーに乗ってる。どうやら足場間を移動するために置いてあったベースジャンパーにタイミングよく乗れたみたいですね。僕の代わりにダメージを肩代わりしてくれたのか。というかこのデンドロビウム戦そんなギミックだったんだね。これは前作にはなかったギミックだし結構面白いかも。まあチュートリアルに持ってくるギミックではないと思うけど。かかってるし今がチャンスだ。みんな左のコンテナを攻撃してるし、僕は右のコンテナを攻撃だ。多分あと数発撃ち込めば破壊できるはず。間に合ってくれ。よし破壊完了。次は左のコンテナだな。半分くらい削れてるけど、できれば仲間と一緒に攻撃したいし、もう一回止まってくれないかな。止まってくれないと足場に移動もできないですしね。このデンドロビウム結構自由に動くから急に逆行くとかあるもんね。そこから僕らの方に来るのかよ。本当に飛ばなくてよかったと思ったら結局対岸に行くのね。まあここからでも射撃は届くし、しばらく射撃で削っていくか。おっ、何かを破壊しましたね。モビルスーツの周りを守ってた装甲かな。多分今出てきた小さいターゲットを破壊すれば勝ちだと思うんだよね。つまりここからは真ん中を狙えばいいってことだ。とはいえさすがにコンテナを残してると事故起こりそうなので全部破壊します。やべ、操作ミスって足踏み外しちゃった。ちょ、どこかに着地しないと。で、この空間ブーストの概念ないんだな。一生浮いてられるんだけど。ってことは一旦垂直ジャンプに切り替えれば。ふん、危ないところだった。でも今のでいいことが分かったぞ。これ普通にどの足場にも行けるし、格闘も入れれるね。まあ普通に格闘で攻撃できるから近づく必要もないんだけど。下手に近づきすぎると相手が格闘できそうですしね。遠くから削れるなら遠くから削るっていうのはガンダムゲームのセオリーだからね。よし、削り切れそうだぞ。これ行った方がいいのか。
そんなわけで無事クリアと。チュートリアルからなかなかハードな戦いでしたね。予想外すぎたね。でも最初からこれだとこの後が楽しみだね。ストーリーもどうなっていくんだろうか。というわけで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。皆さん、名場面を再現した数々の展示物、あらゆるガンプラ、あらゆるグッズが全て揃うミラクル物販コーナー、その他多数のアトラクションがあなたをガンダムワールドへと誘います。その中でも注目はこれだ。あなたの作った自慢のガンプラで物語の主人公になれるガンプラバトルシミュレーター 2.0。突如として敵の攻撃を受け、戦火に包まれる中立コロニーフロンティア4。そこで出会うガンダムと呼ばれる機体を駆り、君は地球の危機と対峙する。参加者の皆さん、エンディング目指して頑張ってくださいね。それではガンプラワールドフェスタ2024、盛り上がっていこう。